起きてる？もう朝だよ。時間の正確さには私の方が助けられているくらいだから。恥ずかしいよ、高木さん。もう、あれだけ正確な時間で行動してるのに、たまに遅刻しそうになるのはどうしてなのかしら。冗談よ。あ、いたいた。ひどいじゃないか。俺を置いて先に来てるなんて。女の子に起こしてもらいたいって思うじゃないか。ねえ。確かに今のは私も返答に困るわ。どうしたの？二人とも難しい顔しちゃって。それが分かってるなら、普段も口にするのをやめりゃいいのに。そういえば、今日はこの後どうするの？今日の午前中は、私たちクラスの女の子と一緒だから。ええ、海老原さんが滑れるようになったから、みんなで滑ろうって話になって。お、いい話だね。それに引き換え男連中と来たら
横のつながりが一切ないからな。遅いじゃないか。やっと出てきたか。たまには行動するのもいいかなと思ってな。とにかく行こうぜ。止まってるとさすがに寒くなってくる。そんなのは今日お前を誘ったことでどうなったかなんてわかるだろう。な、何を言ってるんだ。この俺がまるでただのナンパ野郎に聞こえてしまうそのセリフ、聞き捨てならんな。他に可愛い子いないかな。バーカ、ターゲットを絞り込むのは重要なことなんだぞ。それなりにできる方だと思うけど、やはりナンパにもそれなりの技術ってもんが必要だからな。すぐ見れるさ。俺と一緒に滑りませんか？
てないな、もう。あら？やだ、見てたの？恥ずかしいわ。とりあえずは大丈夫よ。ちょっとした不注意で転んだだけ。よいしょっと。あ、ちょっと手貸してもらえる？ありがとう。この悪いとこ見られちゃったのね。どうせだったらもう少し前を見ていてくれればよかったのに。あら、ありがとう。褒めてもらっても何も出せないんだけどね。さんは？あら、そうなの。でもさっきクラスの子たちが海老原さんを探してたみたいだから。ええ、だから一緒にいると思ってたのよ。そういえばさく、高木さんも朝からいないし、もしかしたら二人でどこかにいるかもしれないわね。じゃあ今日は一人なのね。ああ、難しい方を滑ってるのね。私も滑りを見学しようかしら。私のことは気にしないでいいから、気楽に滑ってね。来てたんだ。海老原さん？ううん、一緒じゃないわよ。私はちょっと山林の方へ行っていたから。うん、大切なお友達のお墓がね。気にしないで、もう10年近く前のことだから。休憩？それじゃあ私たちの部屋に来ない？お茶くらいなら出すわよ。そんなに硬くなることもないと思うけど。
お菓子とかしかないけど、それでいい？紅茶は入れられるんだけどね。あら、使ってないの？もったいないわね。あると便利よ、いろいろと。私はコーヒーって苦手だから。ここに地元の人がいるって聞いたんだけど、知ってる？え？そうなの？
お邪魔します。新倉さんもどうしたの？二人揃って。聞きたいこと？何かしら、新倉さん。先輩がここ地元だって聞いたんですけど、そうなんですか？ええ、そうだけど。この山って雪女伝承は盛んじゃないですか。だからそのことで高見先輩が知ってることがあれば教えてほしいんです。雪女？何か知りませんか？以前話したことがあったかもしれないけど、私なんかに聞いたりするよりはパンフレットを読んだ方が早いと思うわ。それだけでいろいろ書いてあるから。私が知りたいのはそういう記事じゃないんです。地元の人じゃなきゃ知らないような、そういうのが知りたいんです。それを聞いてどうするつもりなの？新倉さんはあまり興味本位だけでは立ち入らない方がいい場所は存在するのよ。そんなことはないです。興味本位とかじゃ絶対にありませんから。この山にはね、古くから雪女と山の神様を祀る神社が存在するの。高荷神社ですよね？そうよ、私の実家。続きお願いします。私が家を離れた頃の話だから詳しくは知らないけれど、スキー場の建設についてかなり揉めたらしいわ。でも結局はスキー場の建設は始まってしまった。たくさんの木が切り倒され、多くの生き物が命を失った。工事は最初順調に進んでいったらしいわ。でも途中で原因不明の症状で倒れる人が出始めた。それで関係者の中では雪女の呪いって噂が立ったの。はじめは数人、でもその数は工事が進むにつれて増えていき、病気だけじゃなくて工事中の事故まで多発し始めた。何度も中止が叫ばれたけど、工事は進み、スキー場は完成した。原因不明の病気で倒れた人は死人も出たって聞いたけど、今後どうなるかまではわからないわ。私の知っている雪女の伝承では、雪女はどんなことがあっても人を傷つけることは許されていない。もし実在するなら、雪女が人に害をなすことはまずありえないことだわ。でも！でも？実際に原因不明の病気に苦しんでる人がいる。死んでしまうかもしれない人がいる。そうね、誰でも死は怖いわ。できることなら生きていることを望むでしょうね。
でもそれは工事によって死んだ生き物も同じことよ。人だけが生きているわけではないのだから。ちょっとな、知り合いの部屋に行ってくる。なんなら先に寝ててもいいぞ。消灯時間の後も帰ってくるか分かんないからな。じゃあな。はい、皆さん、聞いてください。さすがに外の様子を知らない人はいないと思いますが、今日はこのペンションから出ようと思わないでください。これだけの吹雪ではスキーどころではありませんし、とにかく危険です。それでは連絡事項は以上です。皆さん、食事をどうぞ。
はい。さすがに朝起きた時はびっくりしたね。今日はまったくな、今日なんてどうやって過ごすんだ。全然考えてなかったぜ。時期を考えればそんなに珍しいことでもないのよ、本当は。そっか、スキー場になったからって途端に雪が降らなくなるわけじゃないもんね。ええ、だけどこれだけ吹雪くのはちょっとないかも。多分夜には止むと思うんだけどね。そうあってほしいぜ。明日はバーベキューだってあるんだし。あ、そうだよね。そういうのが中止になっちゃうのは寂しいかも。なんでテレビゲームの一つも備え付けてないんだ。プレイスタウンくらい置いてあるのが常識だろう。そんなもんとっくに交渉したさ。今頃部屋の中が人で埋まってるだろうよ。まったく交渉の下手なやつはこれだから。俺に任せりゃ女子グループとの楽しい時間が待っていたっていうのに。当然だろう。そろそろ付き合いも長いんだ。俺様の趣味思考くらい読み取ってくれよ。今すぎる。え、マジで？ごめん、さっきの言葉でっかい。俺ってば今すごーく本が読みたいなーって気分なんだけど。相変わらずだな、お前の趣味ライトノベルばっかし。あー、いや読まないとかいう意味じゃなくてさ。は、まったく悪くないであります。この辺でも借りるか。これって前に借りたやつの続きだよな。ウィッ。
それは私も見ましたから。とにかくこういう状況ですから。はい。外もこんな天気です。そちらには顔を出すことはないと思います。その話は一切お断りします。今の私には関係ない話です。足がこじれちゃって変なとこ見られちゃったわね。いいのよ、公衆電話を大声で使ってたのは私の方なんだから。そうね、そんなようなものかしら。こんな天気の状態で帰ってこいって言われたらどうする？そんなことないんだけどね。まあ顔を出しますって伝えちゃった私も悪いんだけど。ああ、確かにそうかもね。そういえば、どうして食堂に？何か用事があったんじゃないの？マスコ君から？何かあったの？なんともらしい話だわね。それなら私も付き合うわ。部屋にいてもすることがあるわけじゃないし。さっき本を読んでいたって言ってたけど、ノベル持ってきたの？そうなんだ。私も何冊か持ってきてるのよ。
吹雪よ。止まりなさい。やっぱり気づかれちゃったね。そんな気はしてたんだけど。してしまったみんなへのお詫びのつもり。私ね、会えて本当に嬉しかったのよ。これだけは嘘じゃない。だからそのことだけは信じてね。本当は気づかれないように消えるつもりだったのに、最後で見つかっちゃうなんてね。雪山に向かおうなんて考えてないわよね。それに普通の人が行ったところでシオンさんを、雪女を見つけることなんてできない。とにかく一度戻りましょう。彼女がこの山から動くことはないわ。まさかこんな吹雪の中で外に出るなんて考えてなかったわ。悲しい思いをしてほしくなかったから。
そして私もシオンさんの正体を知っているから。それじゃあ説明にならないかな。ええ、彼女の正体を知ればきっと後悔することになる。それが分かっていたから。でも記憶戻っちゃったのよね。結局こうなってしまったのね。うん、やっぱり最初から話さないとダメみたいね。私がこの山の出身なのは知っているでしょ。そして神社の娘であることも。信じられないかもしれないけど、うちの神社が祀っているのは雪女なの。正確に言えば雪女と一緒に山の神様を祀っているんだけど、それでわかるよね。私はつまり生まれた時から雪女のことは知っていたの。ええ、もちろん普通ならそんな家系に生まれただけで信じる人なんていないわ。でもね、私は出会っているの。一度本物の雪女に。うん、違うわ、シオンさんじゃない、別の雪女に。この山はね、過疎化が進む一方で子供はほとんどいないのよ。私が生まれた頃もそう。小さな村で子供は私一人だった。村の人みんなが優しくしてくれたけど、友達と言える子は誰もいなかった。でも当時の私にはそれが当たり前のことだった。家は一応名家って呼ばれててね、巫女になるのが当たり前ってところもあったから。だから私はずっと巫女の修行に明け暮れていたの。他に打ち込めるものがなかったから。それに私には別に辛いことじゃなかったのよ。そんな私に初めて友達ができたのは小学校に上がる少し前、巫女の仕事で山に立ち入った時のことだったの。はじめまして。はじめまして。それから少女はにっこりと笑って一緒に遊ぼうって言ったの。新鮮な感覚だった。初めて同じ年頃の女の子に会えたから。私かゆき、よろしくね。私はさくや、よろしく。じゃあさくやちゃんだね。これからはさくやちゃんって呼ぶね。じゃあ私はこゆきちゃんって呼ぶね。そう、シオンさんと出会ったように私も幼い頃小雪ちゃんに出会ったの。うん、小雪ちゃんは明るくて優しい子だった。思いやりがあって可愛らしくて、何かあるたびによく笑っていたのを覚えてる。うん、とってもいい子だった。ちゃんは私にとって初めてできた友達。聞けば小雪ちゃんは
私が初めての友達だったらしいわ。それからの私は暇を見ては小雪ちゃんと一緒に遊ぶようになった。少しでも時間ができれば私は山に遊びに出かけたの。小雪ちゃんはいつも同じ場所にいて、私が遊びに行けば必ずそこで待っていてくれた。小雪ちゃんと遊ぶのは楽しかった。小雪ちゃんといればどんな些細なことでも楽しいと感じることができたわ。いつしか私たちの間には親友と呼べるような固い絆が芽生えていたの。けれどそんな楽しい日々も終焉の時を迎えてしまったの。ある日、小雪ちゃんが面白いものを見せてくれるって言って、手をかざすだけで大きな雪だるまを作ったの。それが彼女が雪女だと知った時だったけど、子供の私にはそれは楽しくて仕方のないことだったわ。いろいろなものを見せてもらったわ。雪を降らせたり、水たまりに氷を張ってみたり。だけど、つららを作ろうとした時だった。つららがいきなり降ってきて、その一本が私の体を貫いたの。一瞬のことだったわ。とにかく小雪ちゃんを心配させないようにと思っても声も出せなかった。それでもなんとか体を起こした私の目の前で小雪ちゃんが囲まれていたの。同じ雪女、それも3人に。お前は掟を破ったね。さらに力で人間を傷つけた。しかもこの娘、タカニの血族だよ。ここで死なせるわけにはいかないね。いいかい、タカニの娘、お前も本来なら掟を破っている。ただ今回だけは見逃そう。失われていくお前の命も助けよう。我らの血でね。破ったお前はここで雫となって消えるはずだった。だがお前はそれ以上の罪を犯してしまった。人を傷つけた罪を償いなさい。ごめんね、タクヤちゃん。絞るようにして言葉が出た時、まさにその瞬間、小雪ちゃんの体がどんどん透き通っていって、やがて小雪ちゃんが姿を消したと同時に私の体からつららが消えて傷が塞がっていたの。ええ、私は小雪ちゃんの命で生き続けているの。私がお願いして雪女の力を見せてもらったのに、それが原因で事故になったって小雪ちゃんを責めるつもりなんてなかったのに。それなのに私は小雪ちゃんの命までを奪って生きている。これが私の昔話。私は雪女と人間が出会うことは悲劇しか生まないと思ってた。私の話は極端だけど、記憶を奪われた人が幸せそうにしていたのは見たことがなかったわ。転校した先で
人の男の子に会うまでは。記憶を奪われているのは間違いないのに、まるで普通に生活していた。過去の傷を感じさせることがなかった。その人の周りにはいつも人が集まっていた。私は人との関わりを持つのが怖くて、関係を築くことができなかったのに。あなたはもう一人の私なの。過去にとらわれることなく、しっかりと前を見ることのできた自分。だから私もあなたのようになりたかった。そう思った時から私はずっと見続けてきたの。今回のスキー教室でここへ来ることになった時、私は守るつもりだった。だけどそんな必要すらないほどに強かった。過去を思い出してからですらシオンさんを追おうとした。どうしてそんな強さがあるの？ありがとう。ぬくもりが伝わってくるわ。温かくて優しさにあふれてる。私は誰かにそう言ってほしかったのかもしれない。私に頼み？え、私が？シオンさんと会うって言っても、どこにいるのか分かってるの？私は知ってるわ。多分会えるだろうというところなら。結局私がいないといけないんじゃないの？そうね、分かったわ。ありがとう。そうね、お願いしようかな。
そう？私は別に構わないけど。多分、本当は私にもシオンさんのいる正確な場所はわからないの。そこならおそらく会えるだろうってところに向かってるんだけど。ありがとう。山の神様がいると言われているわ。ええ、雪女たちが仕えていると言われる山の神様。神社に伝わる伝説なの。雪女の現れる場所、山の神おわす。実際に雪女が存在するのだから、きっと山の神様も本当に存在するんでしょうね。それは大丈夫。多分、そこまではたどり着けないと思うから。ええ。山の神様のいらっしゃるところには、結界が張ってあると言われているわ。人間が簡単に入り込めないように。山の神様のいらっしゃるところに行くには、雪女の案内が必要なの。ええ、雪女の案内が必要ということは、そこに行けば雪女に会えるということでしょ。そこに行けばシオンさんが出てくると思うわ。これは私の勘だけど。私もそこで出会ったの。村の掟では決して足を踏み入れてはいけない霊域。でも、幼い頃の私は、つい興味本位で立ち入ってしまった。ええ、私が小雪ちゃんに初めて出会った場所。スキー場ができてしまってからは、随分と景色も変わってしまったけど。ううん、大丈夫よ。だって、今の私にはあなたがいてくれるから。とりあえず急ぎましょう。今日のお昼には山を降りなければいけないでしょ？何？どうしたの？急に。ええ、今の私の帰るところはあなたのいるところだもの。あなたと一緒に帰るわ。おかしなこと言うのね。この林よ。ええ、私が初めて小雪ちゃんに出会った場所、間違いないわ。呼んでみて。きっと現れてくれると思うわ。
うしてここに？思い出したって、そっか、思い出せたんだね。うん、ありがとう。あなたの方こそかっこよくなったよ。ゲレンデで10年ぶりに見たとき、それでもすぐに分かった。あ、この人だ。あの頃の面影がはっきりと残ってるって。それは仕方がないよ。だって、記憶は封印されていたんだから。咲夜さんに？そう。咲夜さんが？ごめんなさい、シオンさん。余計なことしてしまったかしら。ううん、そんなことないよ。おかげで、またこうして会えたんだから。この前はごめんなさい。何も聞かずに姿を消してしまって。私、再会できて本当に嬉しかった。だって、ずっと願っていたことだから。だから、本当に再会できたとき、まるで夢が始まったような気がしたの。ほんのひとときの楽しく短い夢。あなたの記憶が戻ったとき、その夢はきっと覚めてしまう。だから、怖くなって逃げ出したの。でも、まさか、こうしてもう一度会えるとは思わなかった。それも、昔の記憶を取り戻してなお、ここに来てくれた。それが、とても嬉しいよ。ありがとう。私も二人のことは決して忘れない。私の大切なお友達。かけがえのないお友達だから。私、幸せだね。こんなに優しいお友達に恵まれて。ええ、そうね。その通り。それじゃあ、そろそろ行かないといけないから。うん。私も、決して忘れないから。ありがとう。それじゃあ、行くね。
何？そうね。果たしてどんな罰ゲームが待っているかは不安なんだけどね。あの人のあれは天然だからどうしようもないんじゃない？お疲れ様。どうだったの？下の方の様子は。あ、そう。それなら楽ができてよかったじゃない。苦手なの？おばあ様のこと。普段通りにしていればいいだけなのに、変なところで気を使うから失敗するのよ。なかなか殊勝な心がけじゃない？うん、それに関しては本当に感謝してるわ。本当についてきてくれるとは思わなかった。私たち二人以上の適任者なんていないわよね。さあ、冬以外には会えたことないから、言われてみればどうしてるのかしら。さすがにそれはないと思うけど。そうね、面白そうではあるわね。あの場所ってシオンさんと出会ったところのこと？そういう例外がないから掟って言うんだと思うけど。
でもどこかに出かけるって意見には賛成するわ。こっちに戻ってからはどこにも出かけてないものね。いいかもね。向こうに行く前に知り合いに連絡しておけば誰かしらは捕まるでしょうし。そうね。でも泊まるところはどうするの？あ、家はそのまま残ってるのよね。それは、まあ、覚悟の上ね。ええ。空を